はい、始まりました若い主流第2回目ですね。今回はですね、ゴールデンウィーク明けの琵琶湖に浮いてます。で、まあバスの今の状態としては、まあもちろんスポーニング前の魚もう一回終えた魚、あとまあもう回復してる魚もいるとは思うんですけど、まあそういうスポーニング前後の魚ですよね。そういう魚を、まあ狙ってできるだけ浅いところで釣っていきたいと思います。まあね、まあ、ヒラクランクギルだったり、まあ、スピナーベイトも釣りたいしフリップでも釣りたいみたいないろんな願望はあるんですけど、まあその日、まあ、いいルアーっていうのを使って、まあ、できるだけ浅いところで釣りたいなというふうに思います。ということで頑張ります。さあ、ちょっと朝からね風吹いてますけど、釣れてくれりゃいいんですけどね。今日はちょっとね、なんかね、あのヒラクランクとか最近やってるんで、この辺で釣れたらいいかな。まあ第2回目は楽しい釣りで釣りたいと思います。頑張ります。じゃあ行きましょうか。はい、ちょっとまずはこいつで、シャローロールクリス、ノリのシャローロールでやっていきたいと思います。で、このね、ダブルコロラドでちょっとゆっくり巻いてます。結構水温多分下がっちゃってるんで、水もめちゃ濁ってるし、これからやってみましょう。ゆっくりな方がいいはず。でも竿を立ててゆっくり巻きます。スローにスローに巻いていこうと。いきなりガコーン来てくれたらいいけどな。結構ね、なんかもう紐が水面近くまで生えてるでしょ。まあ水深が浅いっていうのもあるんですけど、結構ね生え始めるの早いんですよね。これが言ったら縦ストの役割を果たして結構いい感じなんですよ。シャローは最後一匹目焼きてほしいな。一匹目焼きてくれたらなんか大体何でも雰囲気がわかるから。ちょっとこの子でヒラクランクギル、ちょっとね微妙にチューンしてるんですけど、釣れたらいいんだ。広範囲をロングキャストして探るっていうのは全くないですね。結構狙ったところで、このビッグベイト独特のこの、まあ、ビッグベイト言うほどの大きさじゃないですけどね、もう今や140ミリなんで。よいしょ、移動しよう。西岸シャローカバーと爆発するかもわかりませんね。こんだけ水に寄っててそれを嫌がってんやったら、西岸のシャローカバーすげえついてるような気がする。ぶっちゃけ最近遠があんまり調子よくないですからね。一回西岸行ってみて釣れるんやったらかなりいいかも。
熱っ。超ベタなぎじゃないですか、ちょっとやばいな。おめげ、あ、食った、食った、お、食った食った食った、よしよしよし、食った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 、やばい、バレる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 、頼むよ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 、おいしよしよし、よし、よし、そこから出てきよった、よし、これ猫つない、そんな出がないけど、そんな出がないけど。おっしゃー、よっしゃ来たー、はい、1本目ー、オッケー、開くランクで来ました、開くランクで。はい、今ですね、まあリップラップですね、リップラップの押し込みのところらへんに隙間にこう通していったんですけど、そこから下からこう引き上げてくる感じで、まず1本目で釣れました。でこれがね、開くランクギルの 140F のちょっと板重り張って、まあ、軽くスロー、超スローシンキングフライの設定にしてるんですけど、まあ、これはまた後ほど、はい、説明します。まあ、まずは1本目です。はい、やったなんか吹いてるっぽいですよね。スピナビとかには良さそうな風ですけどね。スピナビとかは最高。あかんな、でもこの釣りに束縛されてたらあれやな。見てた。お、来た。おっ、来た、よし、来た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 、今追っかけてきて食ったよ。おお、これちょっとサイズアップでしょ、これちょっと。よし、危ない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 、がっつりかかってますね、がっつりかかってますね。これはこのまま行こう。よっしゃー、来たー、あー、うわ、出てきてくった、ほらサイズアップ、いい魚、たまらん、開くランクギルです。はい、さあちょっと次はシチュエーションを変えて、マットカバー周りですね、足際じゃなくて、足とかリップラップじゃなくて、ちょっとやってみます。ちょ、見てください、この空、雲一つないじゃないですか。こんな晴れてる時はちょっと色をちょっとこうナチュラル系というか変えてやってみます。結構こう光で反射してこうキラ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 して、さらにアピールさせちゃうぞというイメージですね。あ、なんかブルーギルみたいなやつ出てきた、ちっちゃいの。ギルッチついてきましたみたいな。そういうことはバスいそうやけどね。お、来た、あ、よし、来た来た来た、ごめんごめんごめん、めっちゃ来た、めっちゃ来た、バレた。
ませんか、ちょっとすごかったっすよ、今の食い方。カバーがヒュッて、やばかった。次取りますわ、これやばいっすわ。直下に浮いてますね、今。今ね、ちょっと思ったのが、キラクラングギルをこうやって引いてて、ブルーギルとかちっちゃいコバスとかついてくるところに、で、釣れてる、あの、バイトがあるって感じかな。お、出てきた。出てきたのに。ちょっとね、朝市のところに変えてきたんですよ、今。水温がだいぶ上がったんで、今日結構あったかいね。ちょっと帰ってきて、まあ、どうかなという感じで。また朝と一緒ですね、目は。こいつで、シャローロールでいきます。あっ、いると思うんやけどな。シャローロールできた。来ましたね。朝一釣れなくても入り直すと釣れるという感じだと思います。はい、今日まあ、使ってるタックルっていうのを大雑把に、まあ、サクッと説明します。はい、まず一つが今日のこの、ヒラクランクギルの 140F のちょっとね、F ではあるん、フローティングではあるんですけど、ちょっと板重り張って、まあ、ジャストサスペンド、超スローシンキングぐらいに、設定して使ってます。はい。で、基本的にこれを使ってるタックルが、ロードランナー、ノリズのロードランナー LTT の、690PH っていう、まあ、ヘビーな釣り全般に、使えるロッドです。はい。で、これ使ってて、で、ラインが、サンラインさんのスーパー FC スナイパーインビジブルの、今日はカバー際をやったんで16ポンドっていうロット、ラインを選択しています。まあね、あの FC スナイパーすごいあのキャスティングで投げやすいんで、あの、まあ、キャスティングには FC スナイパーがいいかなと、はい、思います。それとそれとあとはもう一つはですね、まあ、シャローのスピナーベイトをやったんですけど、これがハノリズの、シャローロール8分の3オンスですね、ダブルコロラドで、まあ、ゆっくり引く、ゆっくり引けるスピナーベイトです。で、ロッドがこれまたノリーズの、ハードベイトスペシャルの 640ML っていう結構短めですね。短めで、それでいて、まあ、アキュラシー重視の、ロッドで、まあ、非常に使いやすいんで、はい、このロッドを選択してます。で、ラインがこれもスーパー FC スナイパーインビジブルの12ポンドっていう、まあ、ちょっとそうですね、琵琶湖だったら細めかなって思われがちなんですけど、まあ竿の、まあ、強さだったりとか、まあこのシャローロールをね、引きやすいんで、12ポンドっていう、まあ、これで別にラインブレイクされるってことはないんで、ラインチェックだけはしっかりして、対応していくという感じのセッティングですね。はい、まあこんな感じのセッティングで、まあ、春の琵琶湖も思いっきり楽しめるんで、皆さんもぜひ試してみてください。すごいすごい、ブルーギルがいっぱいいる。めっちゃ見えんじゃん、それ。大学でいるの、ほら、大学へ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 。はい、お疲れ様でした。まあ、今日はですね、まあヒラクランクギルと、あと、まあ、シャローロール、スピナーベイトですね。で、まあ、1日結局やりきったっていう感じなんですけど、まあそうですね、午前、まあ、午後ぐらいまでは良かったんですけどね、その後がちょっと難しくなってしまって、まあね、あんまり釣れなかったんですけど、まあまあ、 あの自分的には楽しい釣りが、まあ、できたかなと思います。はい、まあ、琵琶湖もね、こういう釣り、まあ、春でもこういう釣りあるし、まあ皆さんもね、ぜひ参考に、していただければなと思います。
今日はね、あと1本取りたかったんですけどね、ちょっと悔しいです。はい。まあまあでも、なかなかね、思い通りにいかないのが釣りですから、はい。悲しいですけど、うちしがれて帰ります。ということで、はい。一日、お疲れ様でした。こんだけね、晴れ上がって、おっ、びっくりした、びっくりした、すごい人もない、それすごい近い人、それまだ見てる、まだ見てるから、それまだ見てるから、まだ見てた、ねえ助けて、お母さん。